こんにちは。響の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響スタイル、今日の担当は佐々木恋です。はい、ということで今日は、まあ、見ての通り、お酒を飲んでいきたいと思います。はい、私はね、自分のソロイベントでも日本酒をひたすら飲むというイベント、ニコ飲みというのをやっていたりですね、もう日本酒が大好きでございます。これを飲みながらですね、今日ちょっとコンビニに行って、コンビニで簡単に買えるものでおつまみをちょっと買ってきたので、5つほど買ってきました。それをちょっとランキングにしていこうかなと思っております。どれが一番日本酒に合うか、これをね、私続けていってですね、最終的にはコンビニで買えるものの中で最も日本酒に合うつまみというものを導き出したいなと思っています。ということで今日私が買ってきたのはスモークチーズタコワサ缶詰の焼き鳥タレ味こんにゃくの旨煮レアチーズケーキ、ではやっていきましょう。いい音ですね。こちら響のね、ニコ生で私とアイアイが飲んだやつです。私とアイアイがこんなに飲んだみたいですが、あの番組内でそんなことはありません。あの番組が終わった後にですね、スタッフさんたちと飲んでました。これをこんなになくなってると思ってなかった。いやー、こう会社でこうお酒を飲むというこの背徳感がいいですね。じゃあまずはそのままいただきます。すごい、本当にすごいよ。ダサい、素晴らしい、はあ、さあ、じゃあまずはスモークチーズから食べてみたいと思います。今回ね、セブンイレブンで全部買ってきました。スモークチーズはね、合うのよ、絶対知ってるの、だってよく食べてるから。スモークされたものはね、合いますよね、日本酒に。私、いぶりがっこが大好きで、今も冷蔵庫の中にストックしてあるんですけど。じゃあ、ちょっとスモークチーズいただきます。あー、いい匂い。最高。うまっ。1位かな、これが。1位かもしれない。ちょっと一発目から1位出ちゃったかもな。いや、ちょっとこの一升瓶からさ、おチョコに直接っていう。じゃあ次、タコワサ。タコワサね、タコワサは合うよ、これも知ってる。じゃあいただきます。タコワサが辛いから甘い日本酒がいいわ、最高。やっぱ海鮮のものは合いますよね。1位かな。じゃあ続いて缶の焼き鳥タレ味、あ、これはいいね。いただきます。うまっ、これめっちゃ美味しい。うわ、ランキングむず。ちょっと、いや、ただこれがうまい。やばい。ランキングむず、続いて、こんにゃくのうまに。いや、こんなのあるの知らなかったです。初めて見ました、うまに。ザつまみじゃないですか、これね。いや、ちゃんとだってネギ乗ってるもん。こんなのさ、お通しとかでちょろっと出てきたら最高じゃないですか。うわ、ちゃんとしてる、ちゃんとネギとばけてある。いただきます。
すごい美味しい。え、こんなに美味しい？ネギシャキシャキ。え、すごい。いや、ちょっとこれ難しいぞ。めっちゃ難しいぞ。じゃあ最後、ダークホースレアチーズケーキ。いや、どうなんだろう、合うのかなね。なんかワインとかだったら分かりますけど、デザートと日本酒が果たして合うのか。でもチーズはさ、合うから合うかなと思って買ってきたんですよ、レアチーズケーキ。よし、いただきます。うわふわふわ、全然普通なんかまずいってことはない、全然合う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 、うん、合うけども、まあこれはこのまま食べていいかな。うわ、うま、下のとこうま、うん、ちょっとランキングつけます。いや、ちょっとね、1位はね決めた。うわ、こっから難しいぞ。あ、いや、君がこの順位か。そんなことある？え？はい、ということで今回のこの5品、おつまみ5品の中のランキングをつけてみました。こちらです、じゃじゃん。1位、なんとこんにゃくのうま煮。マジでうまかった、マジでうまい。これは本当に一回食べてみてほしい、このセブンのこんにゃくのうま煮、税込み203円。食べてほしい、ほんとネギシャキシャキで美味しかった。で、いや、ここはめっちゃ迷ったんだけど、スモークチーズ、もちろんもう全部合うんだけども、スモークチーズは知ってたから、なんか合うことは、この焼き鳥の美味しさの衝撃が勝ってしまいました。ということで2位が焼き鳥、3位スモークチーズ、4位タコワサ、美味しかったけど、まあ順位つけるとすると、まあ5位はチーズケーキですね。チーズケーキはまあやっぱり、うん、そのまま、うん、紅茶とかコーヒーと一緒に食べるのが一番、うん、と思います。楽しい楽しい。いや、ほんと、こんにゃくうま、マジでうまい。ほんと早くみんなに食べてほしい、教えてほしい感想を。あー、楽しかった。はい、ということで、今回は、お酒と日本酒とともに、コンビニで買えるおつまみランキングやってみたんですけど、今回はね、セブンイレブン編だったので、ファミマ編とかローソン編とかちょっと続けてやっていきたいなと思います。次回も乞うご期待、よろしくお願いしますということで、動画は毎日誰かが更新していますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録などよろしくお願いします。毎日見てくださいということで、今日の担当は佐々木みこいでした。バイバーイ。